ハイナンゴウバリの神々様から、おはよう、こんにちは、こんばんは。ドイバリカチャタの担当ガイドのカルちゃんでございます。よろしくお願いいたします。今日ですね、昨日のお客さんはまたバリの観光地に行きたいですので、今カルちゃんはそのお客さんのホテルに着きました。いろいろ動画を見せてあげたいですので、最後までこの動画をよく見てください。忘れないようにドイバリチャンネルを登録してください。私はバリ島で人気のナンバーワン観光のガイドで、ご連絡をお待ちしております。カルちゃんは今から仕事を頑張ります。バロンダンス劇場に着きました。バロンダンスのスタートは9時半から10時半までで、1時間そうで、バロンダンスは善の悪の表します。バロンダンスが終わってから、今のお客さんはデンパサルシネ観光に行きたいで、
Denpasaru Shinai Kanko wa ichiban ninki wa hitotsu wa Bajra Sandi という monument desu. Mukashi no Bari no Sensou no Eiyū no Jidai no Ei ga naka ni takusan arimasu.はい、中に入ってみましょう。この本当の苦労の石は溶岩からですよ。そう、山が噴火しなかったらちょっと困りますね。そうですね、砂とか石とかね。ハロー。中にあるディオラマは昔のバリの戦争の英雄の時代の絵です。その時にバリの英雄は、オラナ軍と戦ってましたね。若者たちが忘れないようにデンパサールの中にバジラサンディというモニュメントも建てられました。お疲れ様でした。電波サールしない観光が終わってから
今のお客さんは馬に乗りたいで、今カルちゃんは馬の乗馬に着きました。ボイちゃん。頑張ってね。ちょっと緊張。緊張ですか。緊張しないね。はい、砂浜です。大丈夫です、緊張しないでください。楽しみね。馬の乗馬に終わってから今ウボドにあるダンダン畑に行って、昼ご飯はこんな感じ、レストランで、レストランの手前にライステラスダンダン畑。だいたい500円ですね。めちゃくちゃいい。それはバナナ天ぷら with ice cream。ピサンゴレ？いや、バナナ、バナパンキッ、パンケーキか。ピサンゴレは下の方にこれそれ。あ、これだ。あるね。ピサンゴレ。ピサンゴレね。バナナ天ぷら。ウボド観光が終わってからホテルに帰る道に、途中でナイキマーケットが見ますので、今のお客さんもバリのナイキマーケットは見たいです。すごいですね。子供いっぱい。
子供も遊びに来るところこの辺ですよ。はい、どうもお疲れ様でした。そろそろ一日観光が終わりましたね。今ホテルに戻ります。どうですか、今日の観光は楽しかったですか？楽しかった、ね、楽しかったですか？で、あ、2日間の間カルちゃんと一緒にもし間違いことがあればどうぞ許してくださいね。はい、忘れないようにあのドイバリチャンネルを登録してください。あ、どうもどうもありがとうございます。ありがとうのことですか、はい、で昨日と今日といろいろプラン立ててもらって、うんうん、全部楽しかったです。あ、そうですか、ありがとうございました。はい、また次の動画お楽しみね。はい、バイバイ。